来ましたね、この季節が。男はね、もうワクワクする。もうワクワクとドキドキですよね。ドキドキですね。もらえなかったらどうしようみたいな。学生時代とかさ、うん、もうめっちゃピークじゃなかったこれ。ピークだったね。学校に行ってるんだけど、うん、こう俺浮かれてないぜバレンタインで。自分で、はいはい、まず下駄箱見る。はいはい、あ、ないね。なるほどね、うん、まあ、机かななんて言いながら、うん、また教室入って言って、うん、机の中ミーの、あ、ないねちょっと焦ってきちゃった。焦ってきちゃった。あれ、うん、ないぞないぞ、うん、まあ、ロッカー見ても、うん、まあ、入れてない、うん、ないぞないぞそれだけど、うん、動揺してないぜ俺みたいな。はい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 。実は もらってますぐらいなテンションで一日過ごすっていう多分ね、一度男子はもう経験してることだと思うんですが、うん、どうですか、思い出あります？思い出、そうですね、でも小学校の時が一番ピークでしたね。なん個数的にピークで、うん、今でも覚えてるのちょっと気持ち悪いんですけど、うん、14個もらって。はぁ。しかもなんかその時って要は男同士で個数をこう競争するじゃないですか、うん、やるね。だからもうどうにかして勝ちたいから、うん、もう親戚からもらったやつとかそっち？そう、かお母さんとか親父とかにももらった親父にお母さんにもらったやつも全部もう踏まえて、うん、だからもうなんか無理くり14個にしてるみたいな。なるほど。オミなんかどんぐらいもらったの？最高、最高イニシャル、最高最高でも9個とかする。嘘だ。ほんとほんとほんと。お前80個ぐらいもらってんだろ80個じゃあほんと9個ぐらいいただいたことがあるピークス。チョコね、チョコね。まあ、バレンタイン ね、いや俺思うんですけど、はい、まあ、バレンタインでこう女の子はチョコもらえるのいいんですけど、うん、なんかその女の子が男の子にあげる、うん、チョコあげるイベントじゃないですか、そもそも、うんうんうん、でも、もういつの時か友チョコっていうのがありますね、入り始めたじゃないですか。まあ、なんかもうややこしいタイプのね。そう、女の子から女の子にチョコをあげるみたいな、うん、もう何それみたいな。なんなん友チョコってそういうのもあるんですね。ありますね。もう今街はねバレンタインモードですよ。まあちょっと特別な日になる人は多いんじゃないかなと思うんですけど、でももう素敵ですよね、バレンタインって。何か雰囲気が。そうですね、うん、いいですね。またこういうイベントごとがあるとね。そうですね。そして1ヶ月後にはなんと、まあ、ホワイトデーっていうのも、まあ、また男子が悩む日が来るわけですよ。もう悩んだ。もうね、たくさん悩んだよ悩んだ、たくさん。結構悩まなかった。悩むよ、中学校の時とかさ。悩むよ。だってなんかチョコは送り返してもさ、なんかさ、そうだね、だからこうネックレスがいいのかなとかさ、あらあら、指輪がいいのかとか、そういうの話さなかった？もう話したよ。そう、話したよ、うん、もう金がないなりにね頑張って買ってましたよあ、そっちなんだ、買ってあげてたんだ。うん、俺ね、その中学生ぐらいの時に付き合ってた頃に、ね、うん、普通にチョコ作って返したんだよ。それダメじゃん、お金使ってないじゃんって。いや、待てよ。なんで？お金使うことが愛じゃないから。